こんにちは、フィフィです。イタリアが中国の巨大経済圏構想である一帯一路から離脱を表明する可能性が出てきました。欧米による中国に対する安全保障が強化される中でも、まあ、これまでは経済的なメリットを考えて、脱中国がなかなか進まなかった EU の国々も、ようやく本格的に中国との距離を置き始めました。 今までは中国との経済でメリットも大きかったので、中国のことを脅威に感じていたり、また中国国内における人権侵害にも目をつむってきた国々が、もうさすがに中国経済が急速に悪化する中で、もう中国に寄りすぎてもメリットはないと判断したわけです。で、イタリアが中国の一帯一路から離脱を考えているという報道があったんです。 7月27日にイタリアのメローニ首相とアメリカのバイデン大統領がこのことについて話し合いました。イタリアは G7 の中で唯一一対一路に参加している国です。イタリアは2019年3月に中国と一対一路を しし進めていくと合意しましたただ来年3月にこの期限を迎えるためメローニ首相は更新するか離脱するかの決断を迫られているんですでおそらくイタリアは今の中国の経済状況とあとは台湾有事への危機感の高まりを受けて一帯一路から離脱を決断するのではと見られているんですこの日アメリカとイタリアの両首脳は会談後に 中国が軍事行動を活発化させる台湾海峡の平和と安定を維持していくといった内容の共同声明を発表しました。イタリアとアメリカの経済協力を強化すると同時に中国に対する安全保障の強化も示されたわけです。ちなみにバイデン政権は 一帯一路に対抗するため G7 と連携して途上国へのインフラ整備を支援する枠組みグローバルインフラ投資パートナーシップをスタートさせています一帯一路を離脱した国々の経済を補うための枠組みになります、まあ、ただそもそもこの中国の一帯一路は失敗に終わるのではないかという見方が強いんです 中国は一帯一路の一環として、途上国へこれまで膨大なインフラ投資をしてきました。仲間作りのためにチャイナマネーをばらまいてきたんです。でも、今中国経済は急速に悪化していて、今後はこれまでのようにお金をばらまく余裕がありません。 金の切れ目が円の切れ目で、これまで中国からの投資に期待してくっついていた途上国や新興国も距離を置き始めているんです。ここまで西側が中国を追い込んでいることからして、まあ、アメリカ側についた方がメリットが大きいんです。また中国はこれまで途上国に投資してきたお金を回収できていません。 中国に借金付けにされた国が破綻しているんです。スリランカがまさにそれですよね。こうした状況も中国にとっては非常によくありません。中国の一帯一路は順調とは言えないんです。その一方でロシアは一帯一路の会議に参加するなど中国との距離を縮めています。ロシアは最近代表団を北朝鮮に送るなどの動きもしているんですが、まあ、こう見ていると 今かつての冷戦の構図がはっきりと浮き彫りになってきたわけです中国側なのかそれとも西側につくのかまあ世界は分裂していきますまたこのポスト冷戦時代に注目すべき国はドイツなんですこれまで中国依存の成長戦略を取ったことでドイツは今中国経済の悪化で経済的なダメージを受けています 東西ドイツが統一した頃、ドイツは飛躍的な経済成長を迫られていました。でその中でドイツは中国との経済環境を深めて、安い価格でたくさんの資源を買ったり、また生産した工業製品を巨大マーケットの中国に売り込むという成長モデルを構築していったんです。まあ、これ別にドイツだけではなくて、その他の EU の国々もやってきたことなんですけど、ね、まあその後ドイツと中国の親密な関係は天安門事件やチベットの人権弾圧をめぐって、まあ、世界から中国が非難される中でもなんとか維持されてきましたえドイツは経済重視で中国の人権問題に目をつむってきたんですただこちらも金の切れ目が円の切れ目でドイツも最近は中国との距離を置き始めました あと、経済安全保障の観点からも、技術が中国に流出するんじゃないかと、まあそういった理由でも、ドイツは中国を警戒しているんです。EU の今のリーダーはドイツなので、ドイツがこのように決断して動いた意味は大きいんです。また、ウクライナ有事を見てもわかるように、 いつ同じように台湾に軍事侵攻するかもわからない中国と親密な経済関係を結ぶことへの警戒感が急速にドイツ国内では広がっていますでそんな欧米各国が対中戦略に動いている中で気になるのがフランスなんです今 NATO が東京にアジア初の事務所を設置するという話があるんですがフランスがそれに反対していると言います NATO 東京事務所の設置は7月の NATO 首脳会議で正式に採択する予定だったんですがここでフランスが反対に回ったので採択に必要な全会一致での賛同が得られなくなってしまいました NATO 東京事務所の設置については NATO の事務総長が自ら日本政府に提案したもので当初採択はほぼ確実だと思われていました これは中国を意識したアジアにおける安全保障の強化のためなんです。でもここでフランスが反対したもんだから、フランスは親中派なのではないか、なんて声も上がったんですね。ただ、NATO の東京事務所の設置に反対したからといって、これフランスが親中かというとそうではありません。 で、フランスはなぜ反対しているのかというと、NATO に加盟する国々の権利として、日本はそれに当てはまらないとこう主張しているんです。NATO は北大西洋条約機構の略であって、フランスは NATO とアジアの国々とは切り離すべきだとこう言っているわけです。 ここで、さっきも言ったように注意しなければいけないのはフランスが NATO 日本事務所の設置に反対したからといって親中とかそういったことではないんですよね。フランスは中国の覇権主義を警戒していますしフランス国民の心情としても中国と距離を近づけたいという思いはないんです。ただ。フランスは EU の中で割と、 まあ社会の構造が社会主義的なところがありますから、まあ、中国と価値観を共有しやすい国ではないのかと勘違いされているのかもしれませんあと日産がルノーを買収しようとした時に政府が圧力をかけたところからしても大企業の存在が国営企業のような性質を持っていて、まあ、こうしたところも社会主義的に見られがちなんです だからフランスは中国寄りだと思われちゃうんですよね。ただそうではありません。フランスは単純によく丸出しなだけです。日本は NATO 加盟国でもないのに事務所を置かせてもらえることがフランスにとっては面白くないんですね。だからあえてここで反対してフランスに何か好条件がある形で最終的には、まあ、この話を承諾するんじゃないかと思われます。 フランスも欧米が推し進めている対中戦略に消極的ということは決してありませんので中国との関係を意識して NATO の日本事務所設置に反対したということはないんです実際にフランス空軍と航空自衛隊も最近中国を意識して共同訓練をしていますあとその他の動きとして日本とイギリスの関係が強化されているんですイギリスは日本を 純同盟国と位置づけて今中国を意識した安全保障の強化に動いています、まあ、こうして NATO やイギリスがアジアのこの地域の情勢に目を光らせて対中戦略に動いていることは日本として心強いことなんですその中で日本がこの地域の国々のリーダーシップを期待されているんです 中国、ロシア、そして北朝鮮と日本の周辺には日本に対して軍事的な挑発を繰り返す国々があります。いつ、どの国が暴発して有事が起きるかはわからないほど緊張が高まっています。日本も中国を追い込む対中戦略に欧米と一丸となって進んでいくことが求められています。 さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします